おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日もコクラスエピソード3やっていきたいと思います。今なんかすごい変なポージングしながら喋ってますね、前回久しぶりにあの秋葉くんの源氏の赤い糸紡ぎっていうのがね見れたんですが、なんか赤い糸紡ぎが終わった後、なんかもう諦めた方がいいんじゃないかなみたいなことを言い始めて、リポリンがカンカンに怒ってしまいましたよっていうところでしたね。じゃあそのカンカンに怒ってしまったリポリンからやっていこうかね。気になるなぁ、ちょっと日野さんを見てみようかなぁ。そうか、やっとリポリン日野さんに接触するんだ。へぇ、あれ？そうだよね、だって今回全然さ小太郎くんに接触してなかったよね。文化祭の準備はこの回でやってるって。じゃあ日野さんもここにいるかな。そしたら渡り廊下に隠れて様子を見てみようっと。まずは渡り廊下へ。了解。あ、いた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 。私のこと気づかれないようにしなきゃね。ここでちょっと様子を見ようっと。あ、でここで次カンタくんなんだ。別に小太郎くんに変えられるわけでは、変えられるけど。ん？僕真剣に何かしたことないんだ。なるほどね、今から真剣にするようにするよっていうことね。で、今は動けるのがカンタくんだけだから、カンタくんにすると。リーダーどうするんだろうね。気になるんで、小太郎氏を監視と。あら二人がかりで監視するんかい？じゃあ、あれかな、カンタくんはその壁の裏かな。小太郎氏はおそらくこの先にいるわけだけど、渡り廊下の陰でもってそーっと見張るのがいいんだよね。二人で見張るんじゃん、やっぱり。渡り廊下の影からそーっと見張るよ。はい。おやおや、いるんですね、小太郎氏。気になるね、気になるね。その狭い渡り廊下を二人で塞ぐんじゃないよ。カンタ先輩もやっぱり？リポリンみたいな霊が私の隣に。し、バカなこと言ってないで。先輩は存在感をかき消してればいいんです。幽霊よりもきついことあるよね、リポリン。ここで様子見がちょうどいいね。で、ああ、ゲンゲンに帰るのね。ゲンゲンどうするの？とにかく小太郎くんの気持ちを確かめないとね。物陰から、ちょっと待って、みんな同じところ行くのみんな当たり廊下で見るのかな、もしかして。あ、それともあれか、ゲンゲンが動いてる姿を物陰から、イポリンとカンタくんが目撃するって感じか？こういうこと？おー、来た来た来た。日野くん。あ、小倉。日野くん、依頼取り下げのこと、まだ気は変わってない？とにかく、小太郎くんの気持ちを確かめないとね、物陰から。で、小太郎くんが発言するんだ。僕が彼らをどう扱うべきか、ちゃんとアドバイスを受けたんだ。ねえ、結局ね、でも、小太郎くん、それじゃあね、人に流されてるよ。それはね、良くないと思う。自分の意思でちゃんと発言しないと。これなんだろうね。では、邪魔な要因は排除しましょう。あるいは遠ざかるか。こっち行ってみる？こっちは違うか。違うよ。ごめん、ごめんって。違うのか。これしかないんだろうな。今のところ、君らは僕の邪魔をする要因にしかなってない。あれ、日野くんらしくない物言いだな。さては、勝手に箱まで連れてこられて、ほったらかしにされて、信用できないぞ。前回の失敗は、真剣さが足りなかったせい。僕らも日野くんも。日野くん、周りに流されるように告白するんじゃ、絶対に成功しないよ。そうだけどさ、こないだは告白以前の問題じゃ。失敗して、帰ってよかった。あの時の日野くんは、告白する資格がなかった。こんななよっとした日野くんを告白させるこっちの身にもなってみてよ。そんなの、言い訳じゃないか。いや、日野くんのせい。日野くんのせいで僕らが真剣になれなかった。いくらなんでも怒るよ、僕も。だいたい日野くん、まどかさんに釣り合うと思う？
仕事もろくにできないのに。してるよ、してるじゃないか、今だって。いや、どうせやらされてるって意識でやってるに違いない。そんなこと、僕は最近真剣なんだ、一心不乱にやってるぞ。嘘ばっかり。まどかさんにいい格好見せたいから不純な動機で適当にやって。そうじゃない、僕は真剣に特化と普通化の協調を果たした文化祭を目指して。じゃあ純粋に文化祭準備一生懸命励んだらできるかい。ああ、言われなくても脇目も振らずにやるさ。その真剣さ続くといいけどね。煽ってくね、ゲンゲ煽るね、いいね、煽りスキルね。僕は真剣になったらすごいんだ、阿佐ヶ谷さんの役に立ってやる。なんなんだよ、いいさ、どうせ文化祭の準備に集中しようと思ってたんだ。いい煽りっぷりですね。じゃあセーブして、人変えでカンタくんね。リーダーも完全に土佐会に来てたね。小太郎さんも意地になっちゃって、どうするんですかカンタ先輩。知らないよ、リーダーがやらないってんなら私ももうお手上げ。それでいいんですか、このままだと負けちゃいますよ。そんなこと言っても私はリーダーがやるってんでのったまでで、勝ち負けじゃないんですけどねって思うよ、リプリン。それだと TRL と一緒になっちゃう。まあ TRL も違うわって言ってるけどさ。依頼持ってきたのはカンタ先輩です、卑怯者。だって依頼人が文化祭の仕事に専念するって言ってるじゃないの。もういいですよ、リーダーがそう望むなら私だって。ちょっとちょっと、リポリン、先走っちゃダメだよ。リーダー一体何考えてんのじゃ。バラバラだよこりゃ。あ、リポリンがじゃあ動くんだね。リーダー本当に諦めちゃったのかな。今回ばっかりはリーダーもお手上げなのかな。お手上げだったらね、小太郎くんを煽りに行かないと思うよ、ゲンゲンは。もうサジを投げてもう知らないってすると思うよ。さ、メグちゃんはそれを分かってるんじゃない？リーダーの言う通りに、いつも通り。問題ない、リーダーの言う通り。分かってそうだね、メグちゃん。さすが、ゲンゲンの、何？秘書？何？相棒？うん、さすが。あ、ユラちゃんになるんだ。さあ、ゆらちゃん、油断するんじゃない？そろそろ、サジを投げたんだって気づいて油断しちゃうんじゃないの？どうかしら？いいぞ、いいぞ、ゴミ捨てばいい。嫉妬激励隊が現れたな。何をしているのかしら、あの間抜けたち。また邪魔をされては困りますね。追いかけてみましょうか。嫉妬激励隊を追いかけてみましょうか。オッケー。こっちね。ここでちょっとセーブしようか。あ、市ヶ谷くんに変えれるね。一回先に市ヶ谷くんには変えてみる。お、次なる計画を発令するのだ。いや、前までさ、ここの嫉妬激励隊さ、市ヶ谷くんじゃなくて永田くんがリーダーだと思ってたんだけど、割と市ヶ谷くんの出番が多いよね。じゃあゆらちゃんに変えるか。はい、追いかけました。嫉妬激励隊、またしてもくだらないことを企んでいるようですね。もう少し様子を探ってみましょう。あ、そんなところで隠れるの？このまま黙ってていいのか、どうしよう。いいな。そうだ、なんとしても不純異性交友促進のイベントは阻止せねばならん。横暴なる文化祭実行委員どもに対して徹底的なる闘争を仕掛けねばならぬ。しかしどうする。うむ、前の方法は実行委員長に議論を浴びせかける作戦だったが、我々は間違えていたのだ。浴びせかける相手を。なるほど。して、浴びせかける正しい相手とは？今夜祭ダン、今夜祭ダンスパーティーは火を囲んで行う。そのため、薪が大量に必要になる。うん。現在準備のため実行員が薪を乾燥させているだろう。これそこ。どこ？あ、これか。まさか。そうだ、我々がその薪に大量の水を浴びせかけ、湿らせる。うわー、陰湿。なるほど、火がつかねばダンスも中止、男女の交わりも阻止できると。その通り、結婚の時は文化祭前日、早すぎてはいかんからな。うわ、こ
この計画はうまくいきそうな気がするぞ。そうだ、我々の悲願はすぐそこ。では結婚に備えようではないか。おう、嫉妬に祝福あらんこと。彼らが特化とは、羽里特化も落ちたものです。嫉妬激励隊の企み、一応覚えておきましょう。陰湿な嫌がらせをする陰キャグループっていう感じで生かしますね。お、武蔵くんに切り替えられるか。よし、武蔵くんどうも。よし、行くか。あれこれ、嫉妬激励隊またボコボコにされるんじゃない？大丈夫かな？はい、ちょっと水飲んでました。マロに餌焼くか。ゴミ捨て場にいるだろ。あれ、いないわ。もう嫉妬激励隊いなくなっちゃったか。おい、窓。いや、マロよ。おおあれちょっと窓かって言いそうになりました？お前さ、近寄ると逃げたり、こっちが逃げると近づいたり、気まぐれだよな。俺はお前のそういうとこ、嫌いじゃねえぜ。なるほど。まどかちゃんに似てるからマロのこと好きで結構来てるんだね、ここに。上がってるよ。俺の方も素直じゃねえって言いたいんだろ。わかってるさ。俺はお前に負けたくねえんだよ。まどかちゃんに負けたくないんだ。負けたくないっていうか、隣に立っていたいのに、特化にいるまどかちゃんを見るとどうしても自分が劣ってるように見えてしまって、なんかすごいもどかしい気持ちになってまどかちゃんに当たっちゃうっていう、この悪循環に今ね、武蔵くんは苛まれているというわけですね。うん尊すぎて拍手してしまいましたね。お前は一人で何でも器用にこなしやがるからさ、俺の出番なんてねえし、俺がこうやって声かけてやってもさ、まるで俺の方が気使われてるみたいでよ。しゃくなんだよ。いつの間にか遠くに行きやがって。やばい。もう、武蔵くん。あどっかになんかよ。あ、いや。お前はただの猫だ。何言ってんだよ、俺。あぎあぎ。ご飯食べてる。そうじゃねえな。俺のことはどうだっていいんだよ。お前がどうしたいかってのが大事なんだ。お前がよ、普通科にするって言った時よ、俺反対したろ。結局お前は順当に特化に受かったけどな。俺は後悔してねえぜ。そっちの方がまどかにふさわしいだろ。なんで普通科にするなんてほざいたのか、なんとなく理由は分かってたけどよ。そうなの？なんで？なんでなんだ？後悔してねえか。一緒の学校でよかったぜ。次は絶対に機会を逃さねえ。俺の気持ちをぶつけてやるぜ。正直な気持ちは全部な。アホか。猫は学校なんて行かねえだろ。俺、やっぱ弱いわ。窓かよりずっとな。ねえ。ねえ言葉にできない。何この、もうくそー、かわいい。いやー、小太郎くんもね、やっぱ頑張ってはいるんだけどさ、ちょっとなー、やっぱ武蔵くんとまどかちゃん、いやー、でも小倉せ、うわー、リポリー、どうしよう、どうする、リポリン。ねえ、どうするんです？私は何も指示もらってないよ。待機ってことじゃないかね。でも、なんとか、じゃないと私、なんか罪悪感が。そんなこと言ってもに。赤い糸を紡ぐのは何も源氏だけじゃない。リーダーには及ばないものの、頑張る三人。思考を導こう。なお、糸紡ぎのパーフェクト正解を達成するには、メンバー全員が連続正解をしなければならないよ。あら、なにこれ、かわいい、素敵。リーダーがやる気ないのに、私どうしたらいいんだろう。難しいな。今の状況からどうやって成功させるのよ。日野さん、告白する気はあるのかな。日野さんの今の気持ち、
リーダーなんて言ってたっけ。一回、まずセーブ、まずセーブ。間違ったらやばいから。ことの葉。というわけでね、もう依頼人が泣いちゃって、これでしょ。オッケー。6連続ヒット。赤い糸紡ぎ、源氏くんのやつから引き続いてんだ。やべ、これ失敗できねえぞ、やっぱり。すっかりやる気なくしちゃって、困ったな。じゃあ、まどかさんは日野さんのことをどう思ってるのかな。日野さんも、本当はまどかさんと脈ありだって思ってるんじゃないかな。日野さん、本当はまどかさんとの関係に希望を持ってたり？ん？あー、こっちだ。阿佐ヶ谷さんが僕のために来てくれるわけないもんな。よく考えたら。こっちだね。オッケー、7連続ヒット。こりゃ、ライバルの方が有利かな、やっぱり。あー、ダメだ、わかんない。私はもうおしまい。ライバルの武蔵さんが有利か。カンタ先輩はどう思ってるんだろう。一回じゃあ、ちょっとセーブをして、人変えでカンタくん。おー、いいねー。あー、もう耳を澄ませてるんだね。マドカ城にはもういい人がいるってね。彼のことだよ。マドカ城のいい人ってあの人だよ。これかな。しょっちゅう喧嘩してるっぽいけどね。マドカ城と立川氏仲直りも早いんじゃないかね。オッケー、8連続ヒット。立川武蔵氏、ライバルが強大なもんだから、この依頼大変だよ、ほんと。じゃあどうすんのさ。小太郎氏もう完全に諦めちゃうのかね。私ら小太郎氏をどうする計画なのさ。これはね、やっぱね、ほっとく計画なんだよ、きっと。もう依頼人はほっとくってのはどうかな。9連続ヒット。私ら小太郎氏をどうすか助けりゃいいのさ。リーダーはほっぽっとくって。小太郎氏は私ら抜きで自力で成功できるのかい？いや、無理だと思うけどね。これね。小太郎くんの成功のためには相当強力な助けがいると思うな。オッケー、10連続ヒット。あ、絵が変わった。小太郎氏の告白、助けが必要なのに私らこんなのんきでいいのかね。しょうがない。私はもう私なりに動きますよ。とにかく、小太郎氏の作業場所を特化に戻す。二藤先生の力を借りて、これが結論。結論小太郎くんのこと結論って言っちゃった。結論と小太郎が混ざって結論になっちゃった。ごめん、小太郎くん。小太郎氏には助けが必要に。メグならこの意味わかるのかに。じゃあ一回セーブして、人かえ、メグちゃん。かわいいね。告白の舞台を整えなければならない。リーダーもきっと何か考えている。TRL の動き次第で成功するかどうかが決まる。目白めぐみ、新橋ゆら。彼女たち、もしも動くとしたら、どういう行動に出るだろう。TRL の今後の行動、状況を考えればおのずと見える。今後の行動？これじゃない？ TRL が武蔵くんとまどかさんをくっつけにかかるだろうな、きっと。11連続ヒット。TRL の動き、リーダーは予見している。その際、鍵となる人物がいる。そう、今回は彼女の行動がすべて。たまちゃんだね。今回の依頼で鍵を握る人物、それは。一回セーブしていい？怖いからね。さあ、たまの顧客、たまの顧客は小倉瀬だけじゃないのさ。すっかり油断してたよ。これでしょ。OK、パーフェクト、やったー。ミスりませんでした。やはり鍵を握るのは彼女。タマがリーダーの意を組めばきっとうまくいく。さあ、リーダーの舞台で踊ろう。なるほどね。
やっぱりタマちゃんが重要になってくるんだね。ちょっと待って、その前にセーブしましょう。パーフェクト記念ということで、人替えでゲンゲンと。いい天気だな。腹減ったよ。菓子パン食べよう。うまいね、菓子パン。よーし、これあれじゃない？いっぱいジュース持ったんじゃない？いっぱいジュース買って、完済してプラスで報酬払うんじゃないの？いいね。頑張ってるね、ゲンゲン。よし。じゃあ、リポリンかな。本当にリーダーな、あ、違った。本当に投げ出しちゃったのか、リーダーに確かめようっと。じゃあ、菓子パンのところに行けばいいの？あれだよね、多目的校舎みたいなとこ。ほいほい。ゲンゲン。ゲン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 。どうもー。リーダー、どうするんです？私、もう本当に何もしませんよ。いいんですね。後で文句言わないでくださいよ。じゃ！もういいもん。今回の依頼は私は何もしなーい。なるほどね。リポリン、今回はあんまり活躍できないってことなのかな。いや、カンタくん。カンタくんはでもなんか必要な気はするわ。やっぱり小太郎氏は助けがいるに、リーダーにそれを伝えるよ。一人一人、伝えに行くんだ。なるほどね。はいはいはい。ゲンゲン。菓子パン食いながらでもいいから聞いてくれや。みんな頑張って考えたんや。みんな頑張ってパーフェクトに導いたんや。頼むで。ゲンゲン。ゲンゲンゲン。リーダー。リーダーがやる気ないってんなら、しょうがないですがね。私も引き受けちゃったもんだから、独自に動かせてもらうんだ、これ。小太郎氏の持ち場がどっかに戻るようにね。まあ、どうなることやら。じゃあ、伝えたからね。私が依頼を受けたから、責任感じるんだよね。いいね、責任感があるね。いいよ。一回セーブしようか。セーブ中だね。さあ、ゲンゲンどうするの？リポリンは何もしない。そのことを専念して回る。そしてカンタは小太郎くんか。もう遅いと思うけど。小太郎くんには文化祭準備に専念してもらいたいね。彼の元に援助をよこそうか。小太郎くんには助っ人がいる。ああ、読めませんでした。そして数日が過ぎ。なんて書いてあったんだろう。まあ、多分武蔵くんのことだと思うけどね、助っ人って。秋葉源氏は未だに沈黙を守ったままなのね。はい、お姉様。ユラ、どう思う？ここ数日の彼の行動を見る限り、完全に日野さんを見限ったように思われますが、油断はできません。あの人の計画は最後まで何が起こるかわかりませんので。そうね、私もそう思うわ。お姉様、どうしましょう？私も少し探るわ。あなたは引き続き、秋葉の監視を。はい、お姉様。秋葉は狡猾な男。メンバーに何か指示を出しているかもしれない。探ってみなければ。秋葉と部下の動きを探るわ。さあ行きましょう。あ、久しぶりにめぐみちゃんが動くんだ。へえ。で、小太郎くんが今どこにいるのかを先に見てからかな。ああ、なるほど。さて、私はやってきました。どっかの入り口ってことで、じゃあ、人替えでめぐみちゃんに変えると。まず部下の様子、その1、カンタくんの様子。あの柱の陰にいる不気味な普通科生。彼も小倉瀬の一人。リーダー、諦めちゃったけども、私も依頼を受けた本人なんでね。私なりに何とかしますよ。何を企んでいるの？あの不気味な男子、何をするつもりなの？ああ、これでカンタくんで動くんだね。これあれじゃない、失敗できない。ああ、そんなことなかった。小太郎氏はあっちに追いやった張本人。あの先生に交渉だね。いやー、二藤先生がやったんじゃないんだけどね。立候補しただけなんだよな。先生といえば職員室。職員室といえばここをまっすぐ。中庭の向こう側。私はそーっと忍び込むわけだ。伊藤千鶴先生のもとに。
小太郎氏をあっちに追いやった張本人に伊藤先生に交渉団にいつ失敗になるかわからないからセーブはするよということで、さあいるね。ちょいと二藤先生。わあ、お茶の水くん、な、何？どっかの院を普通科で働かせるなんてあんまりじゃないですかね。ああ、日野くんのことね。彼交流院だから。小太郎氏、普通科で相当苦労してますね。いじめられて。え、そうなの？そうですよ。寄ってたかって無理なんだい。さては彼らね。ろくなことしますね、二藤先生。そんなお人だったなんてね。違うわよ。立候補してくれたから。いえ、でも。わかったわ。日野くんと話してみる。今度は逃げないでくださいね。箱の中に。あなたたちの仕業だったのね。おや、私たちの誰か箱に入れて先生に言いましたかね。いつも人を操るようなことするくせに。じゃあ一つお願いしますよ。これでよしと、二藤先生の行動をちゃんと見届けるよ。めぐみちゃんが反対側の陰で待機しておる。あ、でも千鶴先生になるんだ。待って、これめぐみちゃんにするとどうすんの？あの不気味な男子何をするつもりなののままか。じゃあ久しぶりに千鶴先生だね。日野くんに聞いてみましょう。彼の教室3階だったわね。オッケー。こんにちは、こんにちは、こんにちは、めぐみちゃんこんにちは。かんたくんこんにちは、かんたくんこんにちは。何もないわ。3階に行こう。はい、日野くん、もういいのよ。どっかで働いて。あ、日野くん。二藤先生、何でしょうか。交流委員のことだけど、嫌ならやめてもいいのよ。突然どうしたんですか。あなたが普通科で苦労してるって聞いたものだから。いやー、まあ、最初は。でも、今はいいところなんですよね。いいところ?今なんか通りましたね。普通科の人たちもやる気になって、人手が足りないので、僕も頑張ろうと。じゃあ、彼らとは仲良くやっているのね。無茶なこと言われたりしない?今は大丈夫ですよ、先生。ありがとうございます。それならいいの。でも無理はしないで。何かあったら私に言うのよ。はい。しっかりやってくれているようだけれど、日野くん、本当に大丈夫かしら。やる気があるのは嬉しいけれど。これでめぐみちゃんに変えるのか。じゃあどうしようかな。今日はこんくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。今ね、まあ頑張って、ゲンゲンが日野くんを煽ってくれたおかげで、まあ、日野くんも頑張ろうとしてるけど、そのおかげでね、頑張って動いたカンタくんの、思惑が、まあ、思い通りにいかなかったというか、そうだなぁ。どう収束するのか本当にわからないな、これ。まあ、応援してる、個人的に応援してるのはやっぱり武蔵くんとまどかちゃんのカップルなんですけどね。まあ、ということで、また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。